ばいやばい。やめて。あ、気持ち悪い。今日はですね、バットがあってサッカーボールがあるということで、何をするかと言いますと、僕ですね、プロのフリースタイラーがリフティング100回をできなくなるぐるぐるバットの回数のギリギリ何回かというのを研修していきたいと思います。もうね、僕ぐらいになると100回というのは100回やってても100回できますので、このようにですね、もうほぼ動くこともなく100回はできますので、それがぐるぐるバットを何回転した時に僕がリフティング100回はできなくなるのかっていうのをね、検証していきたいと思います。では行きましょう。1回転目、危なかった。次3回転目行きましょう。3回転行きます。OKOKOK 直った直った。ふらついたね。4回転目いきましょう。次4ね。よし、あかん。あ、もう見切れます。あ、切れる切れる。こっち行きたいの？こっち。直った。オッケー。危ない。読んでこれ。銃厳しいな。じゃあ、リフティング数えてる。回転数えてる。OK! 最初やね。最初の5秒、三半規管というからフラフラが治るまでの最初の5秒耐えたいけど、次6、行きましょう。あ、ちょっとお茶飲ました。はい、6回転目行きましょう。はい、まだ1 2 3 4 5 6。やばい、もう耐えた。
サイドだけど帰ってきた。ゾウのアホなんか数えてって言ったらリフティングの方数え出したり、一回転まだ半周ぐらいの時に1って数えたけど、どうもわらかさんとってよ。7行きましょう。7周行きましょう。はい、えい、1 2 3 4、ゴリや5 6 7。おお、おお、耐えた。行きましょう。はい、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。 OK、 8行きましょう。1 2 3 4 5 6 7 8。やばい、ダフれる。あーあああ悔しい。割と早かったですね、自分は。これ1機しかないの？1機しかないでしょ。2機あるんちゃうん？ないです。2機ないんや。次回の動画で。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。プロのフリースタイラーがリフティング100回できなくなるぐるぐるバットのギリギリは8回でした。ぜひ参考にしてみてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やらして10回。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。